膨大な理解可能なインプットを積み重ねる、自動化と気づきを与えてくれるってことが分かる。簡単な単語を2000個ぐらい完璧に覚えていくことが大事だと思って、文脈と紐づいて覚えていくべき。どうぞ、始まりました、モテチャンネル。さあ、今回はですね、カリスさんにおいでいただきました。ありがとうございます。いつもチェンジオブシェイプ、やあカリスだ。はい、カリスさんですが、今回はですね、英単語の覚え方をちょっと聞きたいなと、ね、僕はまあ英語に限らず、あらゆる学習においては科学的な最短経路を探ることが大事だと思っているので、おいおい、今回英単語の科学的な暗記法について語っていければと思います。リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングを、まあ、どうやって最速で自然かつ正確に使いこなせるのかというところが、まあ、今回目的となります。おいおい、まあ、もちろんそのレベルになれば受験なんてもうできて当たり前ですけど、ね、特に何もしなくても。また今回はその暗記法ですね、最速であるためには一気に短期に完璧にまあやることが重要だと思うので、結構まあ忘れない仕組みで科学的にどうなのか、まあ、そういうのも意識して語っていければと思います。はい、お願いします。英語においてインプットって大きく2種類に大別できると思うんですね。一つ目は自然さを高める恣意的情報と、恣意的情報、そうですね、はい、だからもうランダムっていうことですね。何でもいいのに、好きなドラマを見るのでもいいし、ゲームやるのでもいいですし、自分でも手紙書くのでもいいです、誰かと話してみたりとか、そういうのでもいいので、だからそういうランダムいろんなことを経験することで、ね、まあ、僕らで学んでいきますし、はいはい、ただ僕ら日本語だってまあそうやって覚えたじゃないですか、うん、そういう一時まあ全部覚えて、ね、まあ、単語を暗記して、まあそういう風にまあ覚えたんじゃなくて、だからまあ英語ネイティブはそうやって勉強しているんですね。まあ、ネイティブってそもそもまあどうやって言語力高めていくのかというと、まあ膨大な理解可能なインプットを積み重ねることで、まあ、自分の中のできるバウンダリーをどんどん広げていくということを学んでいきます。だこの自然さを高める恣意的情報って大事なんですね。ただしそれは効率が悪いとも言えます。例えば、まあ、大人の、まあ、ネイティブも20歳だとします。じゃあ僕らでもう20年間ずっと英語勉強しないとその域に達しないのかという、そういう話になっちゃうじゃないですか。だから僕らも科学的なショートカットを考えて、まあ、やっていかないといけないんです。僕はまあ20年やらなくても1000時間勉強すればネイティブの中学生ぐらいには到達できると思っていて、1000時間、はい、僕自身もまあその域には達してるんじゃないかなって思いますけどもね。でそのためには正確さを高める明示的知識っていうのが大事だと思っています。エクスプリシットの方ですね、明示的なもの。そうですね、そのインプリシットじゃなくてエクスプリシットの方なんですね。これも発声だったり発音、文法、単語といったもので、うん、こういうのは最初にまあ完全に抑えても完璧なものにして、まあ、それでやっていくということです。これらを抑えるとも何がいいかというと2つ特があるんですね。これは実際にまあ第二言語習得論とか、まあ、そういう科学的にすでにもうそういう論文でも出てたら分かっていることなんですけれど、自動化と気づきを与えてくれるってことが分かっています。自動化重要ですもんね、はいはい、自動化って僕らも日本語でなんか話したりしている時って、特に意識して全ての文章を構成して話してるんじゃなくて、大体こんなことをまあ言えればいいんじゃないかみたいなことを考えると家庭も喋ってるじゃないですか。だから僕らってもうそれね、そのプロセスを全部自動にしているんですね。自分の中に引き出しみたいなのがあって、な1割ぐらいこの辺に喋っとけばって考えても9割も勝手についてくるといった感じなので、この自動化をするためにはまあこの辺のまあ知識をまあ明示的に覚えていくとすごい効率が良くなるんですね。もちろんそういうランダムなもので覚えることもできるんですけど、そうするとすごい時間がかかってしまうので、これを特に大事だと分かっているものを最初に教えていくという感じです。そして2番目は気づきなんですね。気づきって何だと思いますか？何に気づくんですか？自分の内省するんですか？自分の間違いに気づくんですよね。だから僕らってそもそも勉強って何なのかというと、新しいことをもう学んでいて、自分が進化するときにこそ勉強と言えるじゃないですか。そうでなければただの作業でしかなくて、だから僕ら間違えることでどんどん、あ、それを直していくことで、どんどんその勉強ということで自分を進化させていくことができるんですけれど、この気づきがなければ自分がそもそも間違ってるのか、その正しいことを言ってるのか、その気づきがなければその自分を進化させようがないので、だから自分がある程度そういう知識をそもそも知っていれば、この辺まっすぐ、あ、自分この辺間違ったのでこの辺を直せばいいんだろうというふうに気づけるので、必要なインプットの量を圧倒的に減らせると思っています。単純に恣意的な情報だけ、まあ、赤ちゃんみたいにまあやっていくより、こっちの方が僕はまあ5倍以上は効率がいいと思うんですね。この全体に必要
要な情報の8割ぐらいは明示的な情報でカバーできると思っています。ただこの恣意的な情報ものすごい大事なんで、結局残りの2割ぐらい結局もあらゆるもう媒体に自分が接したり自分で積極的にまあ話したりまあ書いたりまあしていく上でしかも身につかないと思うので、じゃあまあ明示的に学習していくだけだとまあある程度すごいところまでいくけども、うんうん、でもやっぱりちゃんと浴びるというか、ね、その本物の英語に触れないといけないわけですね。まあどっちもですね、逆に言えば英語できないけど留学行けば英語すごい上手くなるけどそんなこともないんです。そうね、結局この自動化と気づきの機能は自分には欠如しているので、うん、まあ伸びしろだっても結局限られてくるので、なるほど、ね、ただこの辺をまあちゃんとまあインプットをいろいろ増やしていくのは大事かと思うんです。だからまあ要はこの明示的知識がなんで重要かというと、まあ母語によるフィルターみたいなのをまあ解除するために重要ということです。ただ発音するにしても、まあ、日本語の発音にまあどうしても英語を話そうとして引っ張られてまあしまいますし、はいはいはい、あと文法の構造とかもやっぱ引っ張られてしまうので、英語の文法にちゃんと、別に英語の文法必ず守れてそういうことを言いたいわけじゃないですけれど、はいはい、標準的には何なのかっていうことが分からなければそこから脱することもできないので、そういった意味でも、まあ、母語によるフィルターを解除する上で、まあ、僕は大事だと言っているわけですね。なるほど。まあ、本題のまあ単語、僕はその単語帳とかをなんかまあターゲットとか1900とかでしたっけ、はいはい、それぐらいのまあ最も簡単な単語、まあ、2000個ぐらいをまあ完璧に覚えていくことが大事だと思ってますね。ほいほい、それ以上は自分の必要に応じてまあやっていけばいいだけの話かなと思います、うんうん、まあ、単語は結局無限にあるので、じゃあ2000個じゃあもう5000個じゃダメですか、じゃあ出てますね、5000個でも1万個じゃダメですかって、まあそういうのが出てくるので、結局まあ自分が必要だと思ったものを覚えていけばいいだけの話かなと思いますね、うんうん、やはり単語をまあずっとやろうとすると無限に時間がかかってしまうので、終わりがないですね。そうですね、まあ、世界の、まあ、全部の語彙どんぐらいあるのかっていう数十万個とかあるじゃないですか、うん、まあ、そんな感じなので僕はまあ2000語ぐらいあれば、まあ、最低限のものはクリアできるんじゃないかなと思います。なるほど。ただまあ最低限と言っているだけであって、より自分の考えを効果的に表現したりするためにはもともと僕自身も、ね、1万数千語ぐらいは知っているので、僕は全然まあ2000語でこと足りると言っているわけで、最初のステップとしてもそう言っているだけですね。そうですね、カリさんが論文書くからね、うん、2000語じゃAI の論文書くのはなかなか知っている、はい、専門用語だけで、まあ、2000ははるかに超えているはずなので、そして僕はその単語というのは必ず発音とそして文脈と紐づいて覚えていくべきだと思うんですね。そうでないとも使い物にならないと思っています、うんうん、単語のまあ意味と一対一でマッチングさせたりしてまあ覚えるじゃないですか、うん、それは何の意味もないと思うんですし、はい、普通の単語だって意味なんてたくさんありますし、うん、単語で必ず一対一まあマッチングできるわけでもないので、単語まあこの意味でまあ裏にまあ単語覚えるのそのカード、はいはい、単語カード作ってもそうなって、単語とまあそこでその意味をまあ裏側にまあ書いたりとか、うん、してみんな覚えたりするんですけど、何の意味もないと思ってますね。ほうほうほう、まあ、まずまあ書くこと自体も僕はもう時間の無駄だと思ってますしね。ほうほうほう、書く時間でまあ5回ぐらいまあ読み上げることもできるので、うん、そもそもそれ書いてる時間あればまあ5回音読すればその方が5回効率いいよねっていうのもありますし、あと単語だけを覚えるのじゃダメなんです。ちゃんと文脈でなんとなくこういうイメージなんだろうなっていうことも自分の中にやっぱり覚えさせるのが大事だと思っているので、単語帳を見たら単語この意味みたいな感じで言うんじゃなくって、その文章をまあ読み上げる音読するってことを僕は必ずしていました。その上でもそのちゃんとその単語の発音を覚えるということをやっていました、うん、めちゃめちゃ簡単な発音ですら、ね、ほとんど日本にできてないんで、それはすごい問題だと思うんですね。だから必ずまあ発音と紐づいてないので結構あんまり使い物にならないと思うので、この単語を言ったら通じなければ何の意味もないわけです、はい、だから僕はまあ結構まあ最初はまあ語源をまあ大事にして、まあ、この辺のまあ意味がどうなってるのかということがまあ分かってくるので、例えばユニークとしたらまあユニがまあ一つのという意味な、はい、ちょっとドラゴン桜からパクってきてるんですけど一つのまあ唯一なものみたいな、そういう意味がありますし、はい、語源があれば覚えるべき暗記量がまあ圧倒的に減るので、そういう語源というのは大事にしてますし、その上でちゃんと発音も自分はちゃんと覚えて、その上でそれの書かれた使われている文章をまあ10回ぐらい読み上げるんですね。おいおいおい、それまあ10回ぐらいまあ読み上げて、そのコンテキストを含めたそのフルセンテンスとしてまあそういうそれ読み上げていきます。もちろん文章全体覚えてはないです。そのイメージを自分の中に入れるためのものなんですね、うん、だいたいこういう語源なのでこういう概念のあるもので、まあ、それがまあこういう文章とこういう風に使われてるなみたいな、うん、そういうのを10回ぐらい読み上げていきます。でそれからはまた数日だったり 2,3 週間とかも結構時間を置いてまあそれをまたやります。それだいたい3回ぐらい繰り返せばほとんどその単語で自分の中当たり前のものとしてなって入ってきます。人間
間ってやはりどうしてもまあ忘れるじゃないですか。そうですね。科学的にはどうせ忘れないのかというところが大事で、それやっぱ時間を置くと勝手にもう頭の中から抜けていくので、はい、でも忘れそうになった時にまた反芻することで、うん、まあ、自分の記憶が、まあ、その短期記憶から長期記憶に定着するので、はい、やっぱそういうやり方すごいいいんじゃないかなって思っています。これはぜひ役立っててですね、皆さん勉強の時に、まあ、大学生になったらとかでもいいんで、はい、やってみてください。あと社会人の方々も、ね、はい、ぜひ試してみてください、はいはい、今回は彼氏さんに単語の覚え方が来ました。ありがとうございました、はい、こんな感じでいろいろと、まあ、科学的な英語学習、まあ、最短経路みたいな僕のチャンネルで発信してるので、ぜひ、まあ、ご覧ください。アディオース。